今日から入りました荒川です。今日からあの配信に入りました荒川こと荒川こと荒川です。逆だ。今日はちょっとあの得意な手品をやりたいと思います。このトランプの中から洋平さんが引いてくれた1枚の適当に引いた1枚を僕が当てるっていう手品です。ちょっと切ります。じゃあ適当に切りますね。見せますね。これです。はい、どうぞ。うわすいません、まだ持ってます。それをそこに、ここに、はい、じゃあ戻します。はい、で、それ、この中に洋平さん見てください。ありますか？それあります。はい、あります。あります。ありました。はい、じゃあ当てます。スペードの僕いきなりそういうやつ、何いきなり当てるやつ、これですかとかじゃなくて、あれ数字をいきなり当てるやつ。あ、当たったっすか？もう当てないですけど、当てないです。え、そう、なんだろう、当てないですよね、当てないですよね。クローバーの3。あ、当たりました。あ、よかった。それ天使なの、ね、それ天使なの。え、なんかさ、それ引いてなんか手切ったりして出てくるのがクローバーの3とかだったら分かるけどさ、挟めてさ、こうしますってクローバーの3とか言われても俺ら何の信頼性もないんだけど、お前。すいません。あ、いや、なんも大丈夫。これですかとかやるよね、普通に。すね。いや、なんかないの、それできる技とかないの。いや、もうないです。え、それだけ、これこれしかできないんだ。じゃあ、ちょっと、どうですかっていう挨拶をしよう。どうですか、いかがでしたでしょうか。次はもうちょっと勉強して、ちょっと次勉強してもうちょっと頑張りますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼しました。こんな手品なの、ね、多分違うと思う。もうちょっとなんかなかったっけ。